今日はですね、これでございます。不要分指摘問題に関して言ってみたいと思います。で、もちろん、それにいきなり突入するよりかは、ね、ちょっと前振りをさせていただけると幸いでございます。で、不要分指摘問題。まあ、なかなか、普通の問題、大学の問題では、まあ、見かけない問題ですが、よく我々が見かけるのは多分これかと思います。一般的な内容一致問題とか、空小重問題とか、まあ、いろいろあるかと思います。で、これでですね、我々が一体何をしているのか、ということを認識すれば、あとはそれと反対のこと、逆のことをすればいいだけでございますので、まあ、ちょっとですね、このあたり見ていただきたいなという感じがします。で、まあ、ちょっと、まあ、例としては、内容一問では分かりやすいかと思いますので、それなりに、まあ、見ていただけるとよろしいかと思いますが、結局、例えば、本文中、こう、まあ、一応3行、例として書きました。で、例えばですね、こう、本文中に、例えば、こういう表記があったかと思います。まあ、矢田先生ということです。で、設問、例えばこの本文と合致するものを次の3つの中から選んでくださいと言った場合に皆さん何をしてますかっていうとですね、まあ、1、2、3を見てですね、例えば選択肢2番に、まあ、やだっちとあればですね、ああ、正解は2番ですよねっていうふうに皆さんは思ってですね、これに丸をするはずです。で、結局、まあ、それで正解にはなるんですが、じゃあ何をしてるんですかっていうと、皆さんは本文読んで、あ、矢田先生だ。で、選択肢、お、矢田っちあるじゃないか。お、言ってること同じやな。っていう感じで、皆さんは無意識のうちに、本文の一部の内容と、そしてその選択肢の一部の内容が、こういうことですよね。言い換え可能だ。というふうに皆さん判断するので選択肢の2番を選ぶはずなんですね。ですから、これは皆さん空小重とか他の設問形式でも同じなんですけども、結局我々はですね、言い換えが可能なものを選び出しているはず。もしくは探し出す力が求められているんですね。ですから皆さんこれを記号で言うと、こういう感じでよろしいかと思います。まあ、ニアリーイコールですね、こんな感じでございます。ですから、一般的な設問形式が言い換え可能なもの、ニアリーイコールを探しましょうねというふうに認識できれば、一方この不要文の指摘問題、というのは言い方変えると、言い換えができないものを選び出せば、それが正解になるはずなんですね。なので、これをですね、この後、実際の問題を使ってですね、実演してみたいと思います。そして、この動画の流れなんですが、今、このあたりを説明しましたので、この後皆さん、情報構造ですね。やっぱり説問のヒントになってくれるのは、情報構造でございますので、これをご視聴いただいてですね、その後、不要文の指摘問題というふうにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちら、さ、長文の授業がやってまいりました。皆さん、以前からですね、このお話はさせていただいております。情報構造。具体的に言うとですね、長文のその正解の根拠、ヒントの決め手となっている内容は、文章の後半に存在している可能性が極めて高いですよ、というお話でございます。で、もちろん、それを具体的にお伝えすると、皆さん、B 動詞の右側、一般動詞の右側、助動詞の右側、そして、前置詞の右側、さらには否定語から右ですね。もちろん具体的にはこの右側の例文をご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、これを、皆さん今からですね、体感していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、問いの1番ですね。When you encounter unfamiliar things ということで、馴染みがないですかね。そういう状況に出くわしたとき、
in a new environment で新しい環境の中 で You may experience culture shock を経験するかもしれませんね。Even in your own country で、自分自身の国の中でさえということですね。で、Fence was started college life、まあ、大学生活を始めた時で、Away from his family、家族から離れてということですね。で、Everything seemed exciting and new to him ということで、全てがドキドキワクワク、そして彼にとっては新しいものに見えるかもしれませんが、But then he began to feel unexpected anxiety ということで、予期しなかったですね、心配事、そういうものを感じ始めましたと。で、About his surroundings ということで、自分の環境、身の回りに関してということですね。で、まあ、一番です。He realized people sometimes misunderstood him ということで、人々が時折ですね、彼のことを誤解してしまうと。で、それはなぜなら because of his regional accent、まあ、地域の訛りとか、an expression ということ、まあ、表現ですかね。ということは、まあ、彼は、まあ、realize、まあ、気づくということでいいかと思います。で、どのあたりですかということです。皆さん、このあたりが多分ヒントになってくるかと思います。まあ、予期せぬ心配、予期せぬ不安ですよね。で、それは何でですかっていうと、多分このあたりですかね。まあ、人々は時折自分のことをまあ誤解するので、まあ、ちょっと確かにそれはまあ不安につながっていく可能性が高いですかね。ですから、丸一番は取り除くべきではなさそうです。で、丸二番ですかね。He knew that 彼は分かっておりました。知ってました。His parents missed him. 両親が自分のことを、まあ、寂しく思う。で、very much めちゃめちゃ。で、because he was their only child ということで、まあ、一人だから。ありゃー。って感じですよね。ですから、今、こう、読んできて分かると思いますが、まあ、不安感とか、誤解してしまう。というお話、新しい環境でのお話にもかかわらず、their only child ですよね。この辺でいいかと思います。子供が一人っていうのは全く関係性がございません。つまり、nearly イコールが成立しないですよね。言い換え可能にはならないということです。ですから、そういったところを皆さん選べば OK でございますので、答えは2番ということです。で、皆さんやはりここでも大事なのは根拠ですね。情報構造的に言うと、やっぱり皆さん文末ですよね。文末。非常にいい可能性高いなって感じがします。ヒントになる可能性ですね。そしてもしくは、もうちょっと細かく言うと、皆さん、was B 動詞ですよね。B 動詞の右側が根拠になって、答えが決まっているというところも意識していただけるといいかと思います。では、問いの2番に行きます。そうですね。問いの2番でございます。is a tomato? トマトですね。vegetable or fruits ということで、トマトは野菜なのか、果物なのか。there was a US court case、ということで、まあ、アメリカのコートはもう法廷ですからね。なんか訴訟があったんだったと思います。で、on this issue、この問題に関して、in the 1890s ということで、1890年代ですかね。で、at the time、その時、people had to pay taxes ということで、人々は税金を払わなければいけませんでした。for importing vegetables ということで、まあ、輸入野菜ですかね。なんだけども、but not for importing fruits ということで、まあ、輸入果物に関しては払わなくてもよかったよということです。で、バイオロジカリ、生物学的に言って、フルーツディベロップフロムアパート。果物は一部から発達します。で、インザベースオブアフラワーということで、お花のベースですかね。という点において、ということでいいかと思います。そして、コンテインシーズ、種を含んでおります。で、マネジマン、according to this scientific definition、この科学的な定義ですかね、によれば、トマトズ、as well as cucumbers、キュウリ、そしてパンプキンズ、カボチャ。で、グリーンペッパー。これは皆さん、ピーマンのことなんですが、なんかよくわかんなくても別に構いません。とりあえず、キュウリ、そして、カボチャですね。そして、ウニャウニャ。だけでなく、トマトというものは、アーフルーツということで、果物ですね、ということです。で、皆さん、丸一番どうしますかということなんですが、このあたりですね。皆さん、フルーツの話がですね、皆さん、丸一番の左側にちゃんと存在してくれておりますので、皆さん、これで言い換えは可能かと思います。で、皆さん、丸二番も、contrary to fact science sets ということで、出だし皆さん、こちら読んでいただけるとですね、科学が語ることとは対照的に、という話がその手前の文章ですかね、科学
的定義というところで、皆さん科学つながりで言ってくれますね。ですから、丸2番も多分削除しなくても大丈夫そうな感じがいたします。で、それとは対照的に、most people consider the tomato ということで、ほとんどの人たちはトマトをベジタブル、野菜、と考えておりますと。そして、use it as a vegetable ということで、野菜としてそれも使うわけですね。で、for example、例えば、in some countries、まあ、こういう国もあります。The tomato has been given names ということで、名前が与えられているんですね。で、such as golden apple とか love apple。って皆さん多分なるんじゃないかなという感じがいたします。皆さん、ベジタブル、野菜の、for example、具体例。アップル？ごめんなさい、これ果物なんですね。ですから、皆さんもこのあたりでお分かりかと思いますが、このあたりですかね。皆さん、野菜の具体例だと思ってたら、果物になっちゃっておりますので、皆さん、これでもう言い換えが不可能。言い換えることはできませんよね。ということなので、不要文、正解は3番ということでいいかと思います。で、皆さん、大事なのはここからですからね。ですから、根拠としたところ、皆さん、ちょっとよく見てくださいね。as a vegetable、皆さん、as 前置詞の右側ですよね。そしてこれもそうですね。such as 前置詞の右側。このあたりがヒントになっている。そしてもちろん、やっぱり文末ですよね。こっちもそうですね。文末が非常に怪しい。つまり答えの根拠となってくる可能性が極めて高いですよというお話で、情報構造バッチリということでした。で、もちろんこの不要文、というのは3番もあるんですが、この2018年ですね、その次のというのは3番ももしお持ちであれば、考える。そして答えを出して答え合わせする前に、こういう感じですよね。どこが根拠となったのか、というところをちゃんと自分で確認してからですね、答え合わせをしていただきたいですし、仮に、答え合わせした後ですね、もし間違っていたら、根拠が果たして本当に合ってたのかとか、その見るべきポイントはこういう前置詞の右側とか、あるいはいつも言っている通り、助動詞の右側とか、一般動詞の右側とか、そのあたりを、よく自分で、意識してですね、見返していただきたいんですね。それが勉強ですからね。これからも頑張ってください。